高座渋谷駅は神奈川県山和市渋谷6丁目にある小田急電鉄への島線の駅である。駅番号は o l 0 7 1929年の開設時、駅所在地の地名が高座郡渋谷村であったことから、東京府南都島郡渋谷町の渋谷駅開設と区別するため運名が関され、郡座渋谷駅とされた。渋谷村周辺は中世の渋谷で、 有力武士団渋谷市発祥の地である。東京の渋谷の地名は、この渋谷市が渋谷区渋谷一帯を領有したことに由来するとされる。したがって、渋谷は、地名としては、口座渋谷が先で、駅名としては、東京の渋谷が先ということになる。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。改札口は両ホームの相模用の方にある。両ホームは、 古戦橋で連絡しており、エレベーターが設置されている。2012年8月に行き先案内表示機が新設された。乗り場は東側を一番ホームとして、下表の通りとなる。駅構内には、エレベーター2機とオストメート対応滝用トイレが設置されている。東口は早朝のみ、西口は終日駅員無配置であることから、 係員対応用のインターホンが設置されている。近年の乗降人員、乗車人員の推移は、下表の通り。2番ホーム、相模大の方から、藤沢方を望む東海道新幹線、第2代はトンネル、小田原方写真上部が、高座渋谷駅2番ホーム、山都市南部土地区各整理事業のため、駅周辺の再開発が現在行われている。 それに伴い西口を中心に住宅地のほか、スーパーマーケット飲食店などが建設された。また西口正面には駅前複合ビルイコザが2010年1月29日にオープン。このビルにはデコレーション中堅8校が設置されている。2010年現在は東口周辺の区画整理が本格化している。2014年末時点で 駅周辺の再開発は一段落しているものの、駅周辺からは昭和時代の面影、建物は駅施設と渋谷小学校以外一層されている。駅周辺は住宅地で医療機関や銀行が多く立地する。一方で郵便局は駅から徒歩10分以上かかる。駅からのバスは大和市、コミュニティバスと神奈川中央交通の上和田団地。 地上団地への3点間往復路線があるが、校舎新設時に各団地から市北部の山戸駅や市立病院への便が大幅に廃止削減されたため、バス単体で見ると不便になった面が強い。駅の真下を東海道新幹線が通っており、第2台はトンネルで当駅を潜っている。東京方には新幹線路線としては最短の第1台はトンネルがある。当地には 新駅の設置計画も存在した。毎年春になると、三つ股で有名な乗船寺や引き違の桜並木への最寄り駅として賑わう。西口のロータリー内には、地名の由来とも言われる、渋谷主国の名前を冠した、主国桜がある。高座渋谷駅、西口ロータリー内の主国桜。ありがとうございます。